どうだ、あ、これ四駆なんだ。四駆です。四駆か、肉、今肉に入れて、今肉です。四駆にしたことはないですね、うん、はい、まあ停止で入れるんでしょ、これ多分。そうですね、軽い、すんごい軽いんですよ。本当だ、軽いわ。ちょっと四駆入れてみるか。全然大丈夫ですよ。パーキングしなかったか、うん、これで4枚だね。四号はなさそうだね。ないですね。違う。四駆だ。あ、違います。やっぱ肉の方が運転しやすい。うん、多分悪事で行く時だけでしょ。振動静かだね。うん、本当ここまで行くわ。そう。すごいすごい、すごいですよ。あんで、あのこう動きの初期がマツダっぽくなりましたよね。アクセラっぽくなった。そう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 、こう 初期の入力が、なんかそう思った。そうそうそう、マツダっぽくなりました。すごくいい意味で、あのちょっと乗用車っぽい。そう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 、トラックっぽくない。そう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 、車後ろにして開発者買った。本気ですか？本当だ、本当。本気ですか？本当。とりあえずやっぱり収納、収納、はい、収納庫がまあコンパクトサイズながら大容量取れてるのがやっぱり第一番で。収納庫って向こう側のこと？向こうもそうですし、あとはマルチルーム、あとはまあこのタイプでこのサイズだけどクローゼットも設けてますし、クローゼットついてるんで、あのマルチルームじゃなくて、あ、マルチルームじゃなくて、まあだからリアベッド、マルチルーム、クローゼット、あのそこそこ大きいキャブコンにもついてる装備を。フレームされたわけじゃないよね。あ、フレームのところまで入ってるのか。そうです。乗りすぎて。ほら。ああ、そういうことか。本当だ。これあのオプションで実は室外機ここに入れる。そういうことか。そう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 。あ、でドレーンがあるわけね。そうそうそう。あ、うん、これぐらいあればいいのかな。そうそうそう。収納庫はマルチルームと、リアベッド下、あと右下にあの FRB の外部収納庫、あそこ室外機ケース。そうですね、オプションで、あのエアコン室には室外機ケース。で、まあ、あと、まあ、生ゴミ専用ボックスが燃料タンクの横に、まあ、ちっちゃなサイズですけどついてます。あれは、まあ、そういう意味ではやっぱり、まあ、あのコンパクトキャブコンだからっていうことで、あの装備を減らすんじゃなくて、コンパクトキャブコンだけど、あの、まあ、充実した快適な装備をあのつけて、あのボディサイズの影響でどうしてもこのコンパクトになるんだっていうお客様もやっぱりいっぱいいらっしゃるので、まあ、そういった人たちに、まあ、あの快適な装備をつけて、まあ、ご提供したいなというのがありました。